おはようございます。波の三昧です。2018年6月18日火曜日8時30分の仙台新港の波情報をお知らせします。波サイズ腰腹ぐらいですね。天気は曇り、弱い東寄りの風が入ってます。面には影響していない感じですね。人数は50名前後ですね。今日は潮が上げていてテイクオフはしづらそうなんですが、テイクオフできれば、距離が少し伸びる、そんな感じの波ですね。まずまず遊べてます。今日は東寄りの風なんですが、ちょっと生暖かい風で昨日ほど寒くないように感じます。私自転車漕いできたのでちょっと暑いのかもしれませんが、そんなに寒くないですね。今日は日差しもなんかうっすらと出てきたかなみたいな、そんな感じですね。ロング昨日よりかだいぶ良い感じがします。潮が結構上げてるんで、今日は割れづらいですね。今駐車場前の乗り面が台風などの大きな波で崩れないように、工事してるんですが、今のクレーンっていうかユンボが入ってる前あたりに左側の階段があるんですが、この階段今使えないんですが、なんか、土日にもかかわらずここを工事して階段ずいぶん出来上がってるので、近いうちにこの階段使えるようになるかもしれないですね。ここを出ると岩門方面、に行くのにちょっと近くなっていいかなって感じですね。
今日もご視聴ありがとうございました。本日の波情報はこの辺で終わりとさせていただきます。チャンネル登録何卒よろしくお願いします。